こんにちは、ピオキ一太郎です。今回はですね、来年の春に花粉が今年の 2.7 倍くらい増えるということについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2019年の花粉飛散量の予想を発表したということで、全国平均で平年の6割増しとなり、花粉が少なかった2018年と比較して2.7倍に達する見込みだということですね。2018年が暑かったことによって、雄花っていいの？雄花の成長が促進されるため、まあ大量に飛散するということみたいですね。まあ地域差で、まあ、何倍とかそういうのになってきているんですけど、一般的に前年の夏に十分な日照りがあり、気温が上がるほど杉やヒノキ花粉の発生源となる雄花が活発になるということは、暑かったらその年暑かったら来年花粉めっちゃ飛ぶっていうことなんで、はい、ということでですね、客観的な意見としては、聞かなきゃよかったとか、そうですね、全部伐採してくれということと、症状を抑えるのがアレルギー抑制薬とマスクしかないからきついみたいなこととかですね、言われていますね、話されてましたね。はい、でですね、自分の気持ちとしては、花粉症じゃない私から言うことといえば、ざまあとは言えないんですけど、ですね、私の周りに花粉症の人が多くてですね、すごい、なんだろう、辛そうな感じを毎年春になされてますね。それを肌目で見ながら、かわいそうにっていう気持ちしかないんですけど、で、たまに冬かな、春ちょっと手前ぐらいの寒い時期に、すごい鼻水とかが出て、俺もう花粉症にかかったんじゃねっていうぐらいの鼻水の量で、で、いざ花粉量が多い春とかに、その自分の状態としては何ともなかったっていうことで、花粉症じゃなかったっていうことが実証されたんですけど、まあ治す薬というか、そのアレルギーを抑制する、なんて言うんだろう、簡単に言うと、まあ、それしかないんですよね、すでに抑制、まあ受容体に結合するとかそういう話っていうよりも、まあ花粉が出ると、まあそれ影響によって体が反応して、まあ、鼻水が出る、涙が出る、苦しいことになってしまうということですね。まあどんまいということです。はい、ということでですね、今回は来年の春花粉がめっちゃ増えるということについてお話ししていきました。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。